歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。そのゴルフを楽しむための洋服ですね。また来ました。今回こちら C、 こちらの開封でございます。ちょっとね、続いてるのはなんだ、でもそんなに大量じゃないんですよ。大量じゃないので、ほら今回2つしか入ってないもん。2つですね。まず1点目、こちらすげえちゃんと畳まれてる、ちゃんと畳まれてるし綺麗に入ってます。でかい、なんかすげえでかそう。横がでかいけど縦が短い、なんだこれ。横やたらでかくない？あ、ちょうどいい。自分の体のサイズ分かってないんだよね。でもなんか丈が短いじゃん、これ外に出して着るやつ？長袖？まあ、かなり腕長いけど、ゴム入ってるから大丈夫かなって感じ。これは XL でよかったな、XXL 買ったけど。結構厚めで、あったかそう。あったかそうだけど、これ上着たら下何履くの？下も柄しかないからね、私ね。ガラガラになっちゃうな。まあ、どっかで着てみましょう。下の自白よ。はい、そしてもう1点、どんな出来でしょうか。こういうやつが良かったな。あれ、ちっちゃい、ちっちゃいかな。ちょっと着てみましょう。今日着てるこのパーカーは、芯とか M とかを知る前に、何のサイトで作ったんだっけな。国内のサイトですね。で作ったやつ。林義郎大先生の T シャツとか作った時に、とこですね。あれ、これは、なんか、何これ、どうして、竹はちょうどいい、竹はまあいいんですけど、私手長いの、なんでこれ袖これ短いの。これ肩の位置もまあまあここで普通の位置でちょうどいいのに、やたらと腕が短い。なんでこれ、腕全然短いんだけど。カスタムものなのに。これ最近の私のお気に入りの笠間桜中コース1番ロングのグリーン上からの写真です。私の笠間アイトレーナーなのに、なんだこれ、どこが短いの、これ、こんな短いよ。もうちょっとこうなっててくんないとね。8分袖ぐらいだよ、カスタムで。まあまあ、もっともろ、ことはちょうどいいでしょ。ことちょうどいいんだ。で、こんな袖短いの。袖短いからここも突っ張っちゃってる。この、こういうやつだから、こう、ペリペリした。パーカーのは、全然違うんですよね。パーカーのやつみたいなのが、お期待してたんだけど、やっぱこの値段じゃないか。
これは全然硬くない、硬くない、印刷だから、プリントじゃなくて印刷だから。でまあまあちょっとはげてきてるけど、それなりに。これはアソセントラルゴルフクラブ麻生コースの上がりのショートホールですね。これはまあまあまあ別にプリントでもいいんだけど、この袖はな、まあね、あったかい日はまくるからまあちょうどいいっちゃちょうどいいけど、なんかしみじみしねえの、いろいろ。まあいっか、なんか違うなイメージと。なんか違う。こっちは袖が短い、ポロシャツは丈が短い。ポロシャツの丈大丈夫かな、私の腹。ちょっと着てみようか、これまた。どうしちゃったのよ、なんでこんなバランス悪いの。どうしちゃったのよだよ。まあ、こっちの丈が短いのはなんか写真のモデルのお兄さん着てんの見てなんか分かってたからまあいいけど、トレーナーの袖が短いはありえないよな。しかも外国もんなのに袖が短いって、なんだこれ、なにこれ、すごく変。やっぱ袖長いし、なんだこれ、なんですかこれ、これちょっと変だな。手隠れちゃうし、まくるっつってもやっぱそんなに締まりがないからもうどんどん下がってきちゃう。はい、でここだけだったらいいけど、袖長いし丈短いし、そしてなんかこういうの似合わねえな。はい、ということでこういう失敗もございます。ご視聴ありがとうございました。